ほい。とりあえずこれでいく。こちら。トリック。ソフトリップ。はい。今日はね、何をしに来ましたかと言いますと、明けましておめでとうございますのシーバスを、シーバスに明けましておめでとうございますと言いに来た感じですね。はい。今日はね、ただいまこんな時間です。で、こんな感じ。今満潮やね。中潮。で、土管が3時半。こんなお時間までやれん。まあまあ。ちょっと下がるぐらいまでちょっとやってみようかなと思います。釣れたらね、釣れたら OK。 よし、暗くてすいません。タックルはね、グランツ 78-10X です。で、もうね、巻き替えるのがめんどくさかったのでフロロラインできました。フロロの15です。で、今日はね、まあ極力ビッグベイトで縛っていこうかなということで、フロロライン使ってるんでね、糸が沈むんであんまりね、あんまりドリフトできないんですよ。ほっといて長いほったらかし、ほったらかしてたら糸沈んでくからね。なんかしてちょっとベイトおるな。真っ暗でしょ、ごめんなさい。けどおるんやわ、ベイトがおる。うわ、ほらボイル。回ってなかった。表層じゃないとちょっとね、壊しづらいんですよこれで。ちょっとワイドリップのあれやとなかなか積んだの難しい。うわー、横、俺のルアーの横。シーバスってね、変色魚なんですよ。ものすごい変色するの。その餌ってなったらそればっかり食うの、その間で。なんとかパターンって言うんやけど、もうちょっとするとマイクロベイトパターンって言ってね、要はボラの稚魚、ハクっていうんやけど、それが入ってくるとそのハクを好んで食うようになるんですよ。そうなると大きいルアで釣るのがすごく難しくなる。それはその間はだからもうしんどい。釣れないことはないらしいんですけど、ビッグベイトでも非常に難しいんですよ。これ何やろ、稲子かな、稲子やろな。けどいつもと泳ぐ方向逆なんよな。これいつも逆に、今僕下流に投げてダウンに投げてアップで引いてるんだけど、ベイトがそうやって泳いでるからそっちに巻いてるんだけど、これいつもと逆やな。チャウエサ入ってんのかな、もしかしたら。可能性はあるね。あっちでもやってんな。あっちのやつの方が壊しやすいねんけどな。ちょっとあっち行こう。こちらティンバーフラッシュノイジーダックス。ボイルしたわ。あ、順当な向きで降りてきたな。こっちで入ってるし、あっちでもやってるし、お前も腹立つ。飛ばねえんだこれ。ちょっと下流のボイルが激しくなってきたから、そいつ狙おう。このね、明暗じゃない、この前の毎年シーバスは明暗パターンをやったんですけど、これ今やってんのは明暗関係ないのね。明暗ないで、そういうところでボイルしてるやつらっていうのはわりかしピンのシーバスなんですよ。いや、そこになんかある、
岩あったりとか、お、ついてきた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 、点についてるんですよね。で、そこにベイトがビャーって入ってきたらバーンってボイルしてんねんけど、そこのボイルしてる点のところに鼻先に持っていってあげる感じなんですよ。流してあかんな、ボイルがね不定期。あ、これ出るんちゃうか。あー、コース悪いな。うわー、マジかー、乗らへんなー、くっそー、ほらか、これじゃあシーバスか。ボラ臭いな、シーバスや。よっしゃ、ほい、やりましたよ。近くなる。で、ほら、トリック。トリックフィッシュ。うわー、口の中にイナコ入ってる。やったよ。70ぐらい。今日メジャー持ってきないの。やったね。よいしょ、帰れるわ。次のやつどこや。これでもここのやつは食わない、こっちやな。
た来たよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。寝かせへんで。玉どこや。玉どこや。よしよしよし。これでかいわ。よっしゃ、入った。ふい。よっしゃ。ほい。やりました。2発目。ほい。75ぐらい。多分。やったね。トリック。トリック。すごいね。もう掴んだね、これ完全に。ええ感じ。